今回はうつ病の要注意リスク4つ。うつ病は落ち込みなどが目立つ脳の不調です。一方でストレスによって悪化する面もまた大きいところがあります。対策を取りうるのは各種のストレスになってきます。今回はうつ病の要注意リスク4つです。まずうつ病の2つの側面。うつ病は脳の不調ですがストレスとも連動します。うつ病を振り返っていきますと、これは落ち込みなどのうつ症状が続く脳の不調です。脳内物質セロトニンの不足が背景とされます。休養、薬物療法、精神療法の3つが治療の柱とされます。脳の不調としてのうつ病というところ、うつ病は適応障害とは違いまして脳の不調があることは示唆されまして、その根拠としてストレスから離れても症状はすぐには消えず続くことは言われます。脳内物質セロトニンという物質の不足がうつ病の病態に関与しているとされます。そして抗うつ薬 SSRI はまさにこの不足した脳内のセロトニンを補充するということで、うつ病の改善を図るものになります。一方、ストレスで誘発されるうつ病というところ、うつ病は先ほどのように脳の不調ではあるんですが、一方でストレスからしばしば発症してかつ悪化します。このストレスは外的な環境などのほか、考えすぎなども含め様々な種類があります。脳の不調には薬以外の対策は難しいところありますが、ストレスに対しては気づけばいろいろ対策があるところです。ストレスなども含めたうつ病の要注意リスクは何でしょうか。続いてうつ病の要注意リスク4つです。リスクが分かれば対策も取りやすいところ、まずは様々なストレス。環境だけでなく内的なストレスも影響します。様々なストレス見ていきますと、うつ病の発症や悪化には各種のストレスの蓄積が影響します。ストレスを減らしても短期的には症状は続くんですけども、長い目で見ると改善に向かうところは言われます。自分にとってのストレスが何かを見つけてその対策を取ることが大事になります。まず環境のストレス、人によってあります。職場や家庭および友人関係など人は様々な環境から続けて影響を受けます。もし環境からストレスを受け続けている場合は、うつ病の発症や悪化および慢性化の原因になってしまいます。可能であれば環境を変えることは対策になるんですけども、時に難しいこともあります。その場合は現状である種割り切っていくのも一つの方法になります。続いて対人関係のストレス、人は様々な対人関係からやはり影響を受け続けます。合わない関係であればそのストレスを受け続けることになります。そして内的に我慢しすぎる癖がある場合に関しては、様々な対人場面で繰り返しストレスが溜まりやすいことになります。対策としては自己主張の技術を見直すとともに、一方的な我慢を強いられないような人間関係を模索することもまた大事になります。続いて現実的な問題のストレス、家族の介護や借金など現実的な問題が大きなストレスになる場合も現実的には少なくありません。この場合は薬や休養よりも現実的な問題の解決がより大事になります。そして解決できないときは割り切りや受け入れも大事になります。そしてどうしても溜まってしまうストレスの発散の技術もまた大事になります。続いてが疲労、疲労の溜まりすぎもまたうつ病のリスクになります。疲労もうつ病のリスク見ていきますと、過度な疲労が続くこともまたうつ病の発症や悪化のリスクになります。疲れ、疲労が強い中無理をするということは、結果強いストレスになって悪化しやすいというところです。ここにおいて物理的な一般的な疲れのほか、いわゆる気疲れ、緊張などによる疲れもまた疲労に含まれるところです。過労による疲労を見ていきますと、残業や過剰なノルマなどで過労になって疲労がたまることは少なくありません。ここにおいて純粋な負担量だけではなくて、やりがいや動機のなさというところもまた疲労の原因になるところです。シンプルには負担を減らす対策ということは言われますけれども、環境との相性を見つつ動機づけを模索するのもまた対策になります。続いてが気疲れによる疲労、人によっては対人的な気疲れに伴って疲労がたまることも少なくありません。特に人に合わせすぎる、いわゆる過労適応がある場合に関しては疲労がたまりやすいところがあります。無理に合わせすぎない習慣づけをするとともに、無理しなくてもいい環境探しをするのもまた大事になります。疲労がなかなか取れない場合の例です。人によっては睡眠の不調があって疲労が取れない場合があります。そして気を張って緊張が続いてリラックスが困難な場合、疲労が蓄積してしまう場合があります。そして体調不良や身体疾患があって余力がないところを背景として疲労が溜まりやすい場合もまたあります。続いては生活習慣の乱れ、
生活リズムの乱れや望ましくない習慣などが背景です。生活習慣の乱れとうつ病を見ていきますと、さまざまな生活習慣の乱れが続けばうつ病のリスクはまた上がります。昼夜逆転などの生活リズムの乱れは疲労やストレスにつながってうつ病のリスクになります。そして多量飲酒など体に悪影響があり得る生活習慣もまたうつ病のリスクになります。生活リズムの乱れを見ていきますと、昼夜逆転など生活リズムの乱れが続きますと余力がなくなってうつ病のリスクは上がります。はじめはストレスなどが影響して生活リズムは乱れること多いですけれども、次第に慢性化して習慣になって抜けにくくなることがあります。仕事によっては交代勤務など仕事上生活リズムが変動する場合があります。これは非常に負担が多いので注意が必要です。この時は意識的に対策することが現実的です。うつ病のリスクになる他の生活習慣の例を見ていきます。まずは多量飲酒、眠れないなどでお酒を大量飲む場合がありますけれども、これは短期的に眠れても眠りの質が落ちたり翌朝以降に残ったりするなど影響は少なからずあります。そして不規則な食生活、短期的には大丈夫でも続きますと余力がなくなってきてうつ病のリスクになり得ます。そして運動や活動の不足というところ、生活習慣の乱れから生活リズムにも影響しますし、あと運動で発散することができなくなってストレスの蓄積がしやすいこともまた注意が必要です。続いてが考えの癖、自分で自分を追い詰めるリスクです。考えの癖を見ていきますと、自分で自分を追い詰めるなどの考えの癖がありますとうつ病のリスクになります。さまざまなことを考えすぎる癖があっても負担が強まってリスクになることがあります。これらは外的な要素というよりも自分の中で起こる癖ですので、自分の中で習慣を変えていく必要があります。考えの癖の例としては、まずいわゆる完全主義、前科無科思考という言い方をします。そしていわゆるべき思考、こうでなければならないという一種の思考の硬直、柔軟性を失うというところです。そして過度の自責と罪悪感、自分を責めすぎて罪悪感を感じすぎてしまう場合があります。一方、考えすぎる癖の例です。まず過去の後悔を繰り返し考えすぎてしまうと、ぐるぐる考えすぎてしまう場合があります。そして未来への不安や心配を繰り返し考えすぎてしまうという場合もあります。あと現在においてあるのが、些細なことは気になってそのことについて考えすぎてしまうという場合があります。考えの癖や考えすぎの対策ですけれども、まず大事なのが、何か別の見方はないかを探すという習慣をつけて、それを繰り返しやっていくことは一つ大事になります。そして考えすぎる方の場合は、考えすぎそうになったら何か別のことに集中するというのがシンプルな対策です。そして全体として一歩引いて客観的に見ると、考えに飲まれすぎず一歩引いて客観的に見るという練習もまた大事になってきます。今回はうつ病の要注意リスク4つについて見てきました。ではまとめていきます。うつ病は脳の不調で薬の治療は大事とも言われます。その一方で各種のストレスが病状に影響します。その中でうつ病の要注意リスクは次の4つです。1つ目は各種のストレス、2つ目は疲労、3つ目は生活習慣の乱れ、4つ目は考えの癖になります。ストレス関連のことに関しては、自分のリスクを知れば意識的にその対策を取ることで時に改善を図れることがあるので大事なところになります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。